月夜の庭、小屋の正恵。満月の夜です。光は胸がざわざわして眠れません。窓を開けるとさーっと秋の涼しい風が部屋の中に入ってきました。わあ、綺麗な月。光はふと可愛がっていた猫のチロのことを思い出しました。チロはこの春突然光の家からいなくなってしまいました。光とチロは大の仲良し。二人はどんな時でも一緒でした。だからチロが光の前からいなくなるなんて考えてもみませんでした。光は一生懸命チロを探して歩きました。けれどもとうとう見つけることができませんでした。チロどうしているのかな。光は庭に出てみました。月明かりの中で見る庭はなんだかいつもと違って見えました。まるで昼間みたいだ。光がもう一度庭を見回すと、白い塀の中ほどに見慣れないドアがあります。あれ、あんなところにドアがあったかな。光はドアの前まで行ってみました。どうやら鍵はかかっていないようです。恐る恐るドアを開けてみました。するとそこには見たことのない庭が広がっています。その時です。スーッと草陰から何かが姿を現しました。光くん、お久しぶりです。チロ。光はチロのところに駆け寄りました。チロ、どこに行っていたの。僕一生懸命探したんだよ。ありがとう、ヒカルくん。僕もそのことはちゃんと知っていましたよ。チロはそう言うと、ヒカルに手招きをして庭の奥に歩き出しました。ヒカルはチロに聞きたいことがたくさんありました。チロはどうして僕の家からいなくなったのか、チロはどうやって暮らしていたのか。ねえチロ。しー、ヒカルは喉まで出かかった言葉をまたごくんと飲み込んでしまいました。チロは黙って庭を歩いていきます。ヒカルもチロにはぐれないようについていきます。庭をどんどん歩いていくと、いつしかあたりは深い森へと変わってきました。チロは相変わらず黙って歩いています。森はシーンと静まり返り、何の気配もありません。この森がどこまで続くのか、どこへ行き着くのか、光には分かりません。
ただチロといられることだけが幸せでした。ヒカルくん、さあ着いたよ。チロは立ち止まって指を指します。森は突然開けました。森の向こうでは月明かりの中でたくさんの動物たちが眠っているのが見えました。ヒカルとチロはそっと草陰に腰を下ろします。ヒカルくん、僕はあの春の日からずっとここにいたんだよ。ヒカルはなんだか胸の中がキューンとしました。ねえチロ、チロはもう僕の家に帰ってこないの？チロはじーっと月を見つめています。うん、でもね、僕はいつだってあのお月様のようにお空の上から光くんのことを見守っているからね。光はそっと目を閉じました。動物たちの寝息が心地よく響いてきます。みんな本当に幸せそうに眠っています。チロはここで幸せだったんだね。チロは静かにうなずきました。ヒカルもなんだかとっても幸せな気分になりました。二人は黙ったままずっと月を見つめていました。さーっと涼しい風が通り過ぎました。ヒカルくん、そろそろお別れの時間だよ。ヒカルはしぶしぶ立ち上がると歩き始めます。チロはヒカルを森の外れまで送ってくれました。ヒカルくん、元気でね。チロがヒカルをそっと抱きしめました。柔らかな毛の感触が心地よく伝わります。チロ、ヒカルはジーンとして何も言えませんでした。ヒカルは窓辺で月を見つめています。僕はいつだってあのお月様のようにお空の上からヒカルくんのことを見守っているからね。さっき会ったばかりのチロの言葉がヒカルの心の中にいつまでも響いていました。月夜の庭、とても心にジーンとくる本でした。この動画よかったらグッドボタンでチャンネル登録よろしくお願いします。カオルでした。